どうも皆さんこんばんは。ということで2月15日を迎えております。今年2回目の放送でございますね。1ヶ月ぶりです。お久しぶりでございます。さあ、ということでちょっと最近ね、こちら仙台の方もね、まあ、雪深い、日が続いておりますけれども、皆様お足元などお気をつけいただきながらですね、安全第一、そして、笑顔で、何かありますかね。無理して無理して言わなくていいんですよ。それでは参りましょう。ネクソジーのお笑いしたいです。さあ、ということで、ネクソジーのお笑いしたいですのお時間でございます。この番組は仙台を中心に活動するお笑い集団 T ライトネクストジーの面々がお届けするバラエティ番組となっております。 MC 私関亮太でお届けいたします。お相手はいつものこの方たち。前坂チャンネルです。相沢和也です。深夜クルチャルビルこれからライダーです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、あ、はい、ピン芸人の。一応ね、確認しとかないと。ずっとピン芸人じゃん。あれ記憶がなくなって記録が改ざんされてるな。ここ5年ぐらい、ここ5年ぐらいピン芸人だったと。そうですよね。まあ前回ちょっとその辺の話もしてね、はいはい、まあね、ちょっとね、バレンタインとかでね、うん、もう盛り上がる時期にもかかわらず、はい、みんなもうピン芸人ピン芸人ピン芸人。そうですね。関係ないです。なんというか、はい、この相方もおらず、おらず孤独に戦ってるね。孤独に戦って、孤独にね、孤独じゃ、孤独ではないでしょ別に。ただただ孤高感を、孤高感をただ孤高感出してる。俺は別にそのあれだから、そういうんじゃねえから、一人でやるのが俺だからっていうスタンスでごまかしてる。そうそうそう、そこをぶっちゃったね。たた職人感を出してる。頑固なラーメン屋の中で、そう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 、こびないぞみたいな。そう、うちはそういうのやってないんだよ。ただね、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 そうじゃないですよ。そういうやつに限ってね、絶対奥底ではね、やっぱこう、うん、なんつかね、コンビの芸人とかさ、はいはいはい、その、まあ、街中カップルとかに対してね、うん、やっぱ羨望の眼差しというか、うん、嫉妬に近いものをやっぱりね、そうですね、まあ、大体抱いてるわけですよ。まあ、その中でも特にね、はい、やっぱその、いろいろこう、ラジオの収録前とかで、まあ、最近どうなのみたいな話をするじゃないですか。その中でちょっとやっぱその、ライナーさんのね、その、まあ、孤高というか、孤高ではない。孤高ではない。孤高ではない。もう、反対、あの、一人、あの、ど、毒毒毒毒で孤独の子もない毒毒毒毒毒一人ドイツみたいな、そういう感じで書いてある。ドイツ以来の、ドイツ以来の毒。はい、というのがちょっとあって、やっぱね、いろいろ聞くとね、あの、はい、寂しいんですって。あら、まあ、寂しいですか。寂しいですよね。寂しいさがすごい。いや、うん、君らはまだ一人だけど、うん、まあ、寂しいとはまた違う。そう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 、まあ、思ったことないでしょ。まあ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 、そうですね。暇だなぐらいの、まあね、なんかそのぐらいで。そう言ってなんかあれだなみたいな、うん、ちょっと物足りねえかなみたいなあるかもしれない。物足りねえかなぐらいの。ライダーは違うんですよ。もう、あの、もう寂しさなんですよ。寂しいっていう気持ちってさ、あんまないでしょ皆さん。生きててあんまりないかもしれない。そうそう、なんか、ね、寝る前とかになんか心に隙間風が入ってくるの。心にね。感覚わかんないでしょ。いや、ちょっと心に隙間風が入ってくる感覚。4畳半の心に。4畳半の心に、隙間風がね、その狭いハートの中でね、隙間風が吹き荒れるんですよ。その寂しさといったらね。キッチンなしの風呂トイレ来る。そんな貧乏アパートだね、心の一部屋は。そうそう。絶対畳だ。絶対畳そう。ね、その寂しいっていう気持ちってやっぱね、年を重ねるごとに、やっぱね、積もってくるんですよ。ああ、そらそんなもんなんだ。で、その中でもやっぱ多分今、そこの過渡期に今いるんじゃないかと。今日はね、まあ、前々回は相沢和也を取り上げ、はい、前回はチャンネルも取り上げたということで、うん、今回はライダーを取り上げていこうと思って、今日はですね、これからライダー寂しいスペシャル。寂しいスペシャル。寂しいスペシャル。寂しい。さんのおじさんを取り上げただけだ。でも、もしかしたら共感を得てくれる人もね、今日いるかもしれない。それはそうだ。この時間でやっぱりラジオ聞いてる。俺もね、わからんでもない。確かにちょっと話が、なるほどって思うのがありました。ただ、君らお二人は、まあ、まだお若いのがあるので、これから先、あ、こういうふうになるかもしれないというのを、あらかじめ、やっぱ予防をしとくという意味でも、確かに予習しとく、ね、先輩の話ですから、うん、うん、確かにこれはちゃんと聞いててもいい。じゃあこれはちょっとしくじり先生的な感じです。ああ、まあ、まあ近いですね。しくじり先生、しくじり先生、しくじってない時がないからね。そう、そうそう、常にしくじり、もう厚みがすごい。そうそう、今日毎秒恋心存じてるから。そう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 、というところで今日はそれぞれ
これからいだ寂しいスペシャルをお届けしたいと思いますので、はい、最後までよろしくお願いいたします。皆さんメールお待ちしております。私も寂しいという方いらっしゃいます。そうですね、お願いします。ラジオ、ラジオ3アットマークなんかあとあのサイドミラーさん寂しさが全て忘れさせてしまった。ネクストジーのお笑いさん最後までよろしくお願いします。こんな寂しい人を目の前にしてさ、うん、どうもどうもなんて言えるかい、言えるかいって話です。言ってくれよむしろ俺にはね、言ってくれよ。人を殺すのかもしれない。これみんな集まってるのにひそひそされたら俺だって余計寂しくなっちゃう。どういうあのその寂しいという気持ち、はいはい、寂しいってやっぱ一番辛いよね。解決できないんですよ、なかなか寂しいって。そう、寂しいって解決できないですよ。なかなかできないですよね。確かに意外とだから近くに人がいても寂しいみたいなこともありますからね、全然ね。あ、隣に人がいてもね、逆そうな、まあ逆にいるからこそみたいなのも相対的に、相対的にって、あれなんか俺寂しいよね相対的に比べてってことね。そうなんだ。どういう時にその寂しさ、具体的にあのどういう場面とかこういう感情、うん、寂しさにもいろんなパターンあると思うんですけど、はいはいはい、どういうその寂しさを感じるのか、なんだこのカウンセリングは。まず話を、話しましょうって、私は聞いてあげるからねっていう。やっぱりね、一番は、実感すごいな。寝れないんですよね。寝れない。やっぱ夜か。夜かやっぱ。夜なんかこうね、早くね寝ればいいのに、うん、なんか寂しさのせいかついついね携帯とかをいじっちゃうね。あ、紛らわしちゃって。でそこをね堂々巡りして結局眠れないみたいなね。うん、そのなんで寂しくなっちゃうんですかね、夜ね。やっぱり寂しくなる。このぐらいのね、年のおじさんになるとね、36になったおじさんになると、夜寝る前に誰からもね、連絡取る人がいなくて、なんか最後一言発したいなみたいな、なんかちょっと、俺は一人じゃないっていう実感を得たいんですけども、なかなかね、そういう。いや、全然送りますよ、お休み。お休みだからお休み、それで満たされるのであれば満たされるいや、そう、あ、そういうことなんだ。でその瞬間に私の四畳半さんの小部屋にね、うん、あの隙間風がね吹きすさむわけですよ。その、そんな、そんな感じ連絡とか問いて、なんつうの、いや、筆武将の方でありますね、はいはい、どっちかっていうと自分でも送ったりはしないんですけども、 あれさすがにでも誰からも連絡来ねえな、今日一日誰からも連絡来なかったなみたいな悲しさが出る。ああ、そうか。でもそれってさ、はい、いやもう往々にして俺なんかもそうだし、基本的にね。そうなんですか。もう大人になるとどうしてもやっぱね。そう、大人になるとね、うん、大人になんかなりたくなかったな。だって連絡取るやつなんてまあいないよね。もはや俺だとその友達と遊ぶっていう感覚がほぼないので、あ、いないし、いないんじゃないけど、はいはいはい、年に1回会うかなぐらいの感じですよ、ね。学生の時の友達なんていうのは、まあ今コロナもあるしなかなかあれだし、はいはいはい、でやっぱ各々もう生活がありますから。そうなんですよね。家族がいたい何代かんだり、こんな自由にフットワーク軽くできないですし、ただそこで言えば私の場合は一応結婚してるので、うん、家族がいるじゃないですか、はいはい、やっぱそこの違いはでかいと思うやっぱり結局はそう、パートナーがいるかいないかでかいですよね。大人になったらそうなかなかないもの、そんな。そうですよ、そこなんじゃないですかね。それもあるけど、やっぱその結局その寂しさを紛らわすためにやってることっていうのがやっぱあるわけじゃない？はい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 。何をやってるか、携帯とかで。携帯とかで、うん、そう、寂しさを感じると、うん、ついついね、出会い系アプリを開いてしまうわけですよ。やっぱり行っちゃうぞ、そこに。いや、行っちゃう、なんかやっぱり早く答えを求めたいというか、なんか、ああ、そういうことか。なんだろうな、結論は出てるわけですね。結論は出てる。パートナー問題というか。パートナー問題なんで、出会い系アプリを開いちゃうわけですよ。でも、特に何かするわけじゃないですよね、そう、開いても。何もないから。開くだけ。開いて閉じて。開いて、なんか、結んで開いて。そうそうそう。本当になんか、また結んで。そうそう。開いて閉じて、切り返して、不毛な時間をね、ただただ過ごすわけですよ、それもね。寝れないまでの時間を。別にそれでやり取りするわけでもなく。わけでもなく、たまに、その、いいねとかつけてもらうときとかは、
メッセージ返すんですけど、うん、みんな決まった文言で、ホテル行きませんかみたいな、その これくらいの、これくらいの、業者的な、業者的なね、やつ、ああ、今回も業者だったかって逆に寂しくなります ね、そうだな、より深まってるんじゃない、業者しか相手してくれない、してくれ、業者しか相手してくれないっていうね、寂しさを、業務用ライダー、そう、業務用ライダーです、業務用です、業務用でやってもらってます。結局さ、そこにね、それとかさ、はいはい、あなたパチンコもやるでしょ、はいはい、でアイドルのコンサート見に行ったりとか、見に行きますね、で結局なんかその何かこうさ、こう幸せ分泌を求めるわけでしょ、やっぱりパチンコは当たればわってくるし、確かにアイドルとかも結局まあ構ってくれるわけじゃん、自分のことファンとか、そのね、ある程度そのマイナーアイドルが結構ね、はいはい、接触的なものも多いでしょうから、うん、そういうところに行っちゃうっていうところになってくるのかな、ね、おじさんたちが集まるのはそういうことなのかな、パチンコは、うん、その逆説というか、その、うん、なんかこう幸せを出したいんじゃなくて、うん、孤独である自分でも平気な場所、あー、まあみんな一人だから、ね、みんな一人一人、うん、だから、そう、たまにそのよく軍団って呼ばれる、はい、そのチームでやってる人とか見ると、うん、って思うんですよね。なんだな、友達いんじゃねえか、友達いるんだったらちゃんとカラオケとか行けよっつってここは一人一人の戦場なんだぞっつって俺はイラッとするんですよ、一人でもやれるからね、そうそうそう、で時間も潰せるし、潰せるしっていう最悪のパターンですよ、ね、おいそんなこう負のスパイラルとか、ね、そっか、そういうことか、行動パターンがもうなんかそっちに向かってどん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 一人になってってる、で結局そこでさ、一時さ、うわ勝ったとか、勝ったやっしゃっ、かわいいアイドルだとか、かわいいアイドルだっつってあーってやってさ、家帰ったらもう三畳一間の心に狭くなっちゃう、心に狭くなっちゃう、三畳一間の、三畳一間部屋でね、ポツンとポツンと誘われるわけじゃない、それですよね、そのギャップもね、かなり悲しくなってきますよね、そうか、ごめんな、なんかいやいやいや、え、それに対して皆さんなんか解決策をくれるわけじゃないんですか、なるとかしないと思うんですけど、ね、だって本当に今の時代なんかそう、いや、そういう人増えてると思うんだけど、結局ネットで叩く人とか悪目立ちする人って多分寂しさから来るケース多いと思う、確かに確かに、なんか無敵の人とかね、よく言うけど、寂しいっていう感情ってぶつけようがないんですよ、誰も悪くないから、そう、 そう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 、自然とそうなっちゃうからね、そうそうそう、怒りとか、はまだいいんだよね、それはぶつける、ぶつけるべきものがあるかもしれないから、寂しさを紛らわすっていうのは非常にこれ大変、非常に難しいですよ、恥ずかしいしね、またね、その恥ずかしいというか確かに、うん、ちょっとこれを寂しいって思われたくないっていう、確かに、みんな大丈夫だよっていう顔して生きてますけどね、うん、でもそうか、うわ、深いな、寂しいって深いな、寂しい、深いですよ、やっぱり深いところに傷がついてます、私、うん、そのやっぱそのライダー含めね、やっぱ世にそういう方多いと思うんですよ、はい、誰を問わず、そうですね、まあ、そのためにこうどうしよう、特にまずライダーをサンプルケースとして、そうですね、サンプルケースとして、こういうことやったらいいんじゃないかっていうのをちょっと後半に議論していきたいと思いますし、あと2人にもね、ちょっとアドバイス、逆にこれはもらった方がいいかもしれない、あ、我々こういうことして楽しんでます、ね、そうですね、そうですね、確かに確かに、うん、っていうのを聞きながらね、お届けしたいなと、はい、真剣に真剣にいきましょうかね、マスクとか本当取ってもいいし、いやいや、余計は寂しくなっちゃう、それは意味が分かる、余計寂しくなっちゃうから、マスク取ると顔が寂しくなっちゃう、顔寂しくなっちゃうから、頭髪もちょっと寂しい感じだと思う、もう笑うしかなくなっちゃう、ということで、ここで一曲お聴きいただきたいと思いますけれどもね、はい、まあ、やっぱこの曲しかないでしょう、うん、ということでね、お聴きください、ウィンクで寂しい熱帯魚、さあ、ということでね、行っていきたいと思います、あの大きい声出すとあれなのかな、紛らわしてこうぜ寂しさを聞いてる人もしかしたら寂しいかもしれないから、俺ら別にそんなないの、そうか、だから普段声大きいのかなって思っちゃいます、確かに紛らわしてるのか、そうかも、紛らわしてるのかも、俺寂しさから来る反動である、それ絶対ありますよね、あるみんな見てっつってみんな聞いてっていう現れなのかもしれない、見てほしい、見てほしい、もいいから下げすみでもいい、もうもう下げすみでもいい、何でもいい、そこに繋がりができるから、そうそう、悪意があってもいい、悪意があってもいい、暴れるご老人みたいな、切れる老人、いやでもそれって結構本当に冗談抜きであるぜ、うん、子供みたい切れる老人なんか子供とかもそうじゃん、かまってほしいから、あー、確かに泣いたりとかね、するわけじゃん、うん、でそれが
多分大人になっても一緒なんですよ結局。そうですね、うん、そう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 、大きい声出したり、うん、なんか変なことしたりとかし始めて、うんうん、みんなに見てくれ、俺がいるぞっていう、俺がいるぞっていうね、っていうのをやっぱやってほしいっていうところからの、そういうまあ普段大きい声出したりとか、うん、そういう、それから、ね、確かにこうやって大きい声を出すタイミングがあるからそれをしてないだけなのかもしれない。あ、そっか、怖っ、お笑いなかったらやばかった、やばかった、やばかった、もうそこは辺で人に危害を加えた、まさかやろう、やめないよ、マジで続けてくれよ、お笑いやめないで、絶対やめないで、犯罪者が生まれちゃう、やめた途端にね、そう、やだよ、俺そんなモンスター浴びなさい、彼らが見捨てたせいで、そう、お笑いがあるから、はいはい、こう、かろうじて持ってるから、かろうじて持ってる、1秒でも長く逆にやったほうがいいんだよ。お笑いをね、活動を増やすと、活動を増やすと、なんかずっとなんか家に定点カメラとかつけて、なんか常時配信するみたいな、確かにそういう方法もあるよね、そうそうそう、でもそしたら誰かと繋がってるからね、ずっとね、実際に芸人さんでもいますから、その24時間自分の部屋配信してる人とかもいますから、でもつながりってやっぱ大事ね、いい話になっちゃうけど、いや全然大丈夫、しましょう、いい話しましょう、聞かせてくださいよ、人と人とのつながりがないと人ってやっぱ生きていけないですよ、これは結構ガチで思いますね、やっぱりね、やっぱ一人じゃ無理だわね、結局ね、あなたもこうやってさ、お笑いの場があるわけだから、うん、かろうじて今、はい、かろうじてね、正気を保つ、抑えてるわけでしょ、もう溢れ返るばかりのこの波動をさ、狂気の波動がね、狂気の波動を今お笑いということをやって、こうやってみんなつながったりとか笑い合ったりすることで抑えられてるわけ、抑えられてる、これがなくなったらもうあなたはもう本当に全てが解放されますよね、全て解放されてね、街中の自転車パンクさせたりとか、ね、やばいやばい、あなたもやばい、私パンクさせられたことあるよ、おお恐ろしい、あるよね、ありますよ、あるある、だからああいうのも多分そういうことなんですよ、そうそう、だからお笑いって結構救ってるかもしれない、救ってるかもしれない、ね、だからその世の全国の芸人でもこれ芸人辞めたらヤバい人も多分いますよ、いますいます、確かに同じ類もいるよ、まあ、入り口のハードル低いですからね、うん、あミュージシャンになるとかだったらまず楽器できない話になったりとかあるじゃん、でも、うん、お笑いってほぼ自己申告なんで、お笑いやってますお笑いやってますって言って、うん、別にもうそういうフリーライブとかもいっぱいやってるから全然いけるし、はいはい、だからそういうところは確かに、あーでもそうだね、救ってるかもしれない、ね、救っている、お笑いは救っている、そうか、深いなとでもやっぱりだからそういう場がをやっぱり設ける、よく多分ね、大体なんかベタな回答としてやっぱり、はいはい、あの同じ趣味持つ人と一緒に行動したりとかって言うじゃないですか、それってすげえ大、確かにそうなのかなっていう、うん、大事ですね、思いますな、はい、いないですか、そのアイドル見に行ったりとか、うん、その一緒に応援してる人みたいな、ちょっとずつやっぱり顔見知りはできてきますね、だからあのライブにもいましたよね、このライブにもいましたよね、話とかはするようにはちょっとずつはなってきてますけど、うん、でもいかんせんね、あのマスクかぶってるもんで、あそうなの、はい、現場でもマスクをかぶって、現場でもマスクをかぶっているやばいやつなんで、やばいやつ、やばいやつ、はみ出ちゃってるじゃん、はみ出ちゃってる、お笑いしないとやばい、はみ出しの大行動がちょっと見え隠れしてるもうすでに出ているともう目立とうとしているもう目立とうとしているというところで、でもその俺でもその同じ趣味を持つ人とってのは分かるんだけど、はいはい、でもね俺多分そういう人たち、例えば今その、うん、あのアイドルのコンサートで顔見知りもできて話もするっていう人いるけど、うん、でもね多分ねそれじゃあそれだけだとやっぱきついと思うんですよ、もうじゃあライダーの身に何かが起こった時何かしてくれるのかっていう、あーってところなんですよね、はい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 、だからちゃんとこういう普段お互いにやっぱライバルなわけでもあるじゃん、この舞台で戦って、はいはいはい、でこうやって話し合ってまあいろいろ飲んだりしながらさ、はい、ああでもないこうでもないってちょっと愚痴を吐いたりとかもした中っていうのがやっぱり本当のつながりだと思うんですね、私はね、はいはい、うん、だから同じ趣味を持って一緒のね行ってさ、わ楽しいですねとかって言ってるだけだとやっぱ本当にこう何かあった時に優先順位とかどうぞ、なんつうのかな、あー、物事の優先順位ではかなり低いところとつな、うん、低いところでつながってくる、そう、はいはい、と思うので、はい、やっぱそれだけじゃなくてこうやっぱお互いにこう同じやっぱ辛いことをやっぱ一緒に体験したっていう仲間じゃないとやっぱりね、あーじゃあ良くないと思いますね、だからそういうところにやっぱりこうちゃんと今いるから安心してください、いるから、うん、大丈夫だから
落ち着いて怖くないよ。あれ俺そんな今取り乱しました、ね、あれ俺気づかないうちないやばい、気づかないうちに取り乱してた。その拳を押さえて、え、拳作ってた俺、やばいやばい、気づかないうちに。そういう場にやっぱ本当に身を本当に寂しくてっていう時は、うん、そういうのもいいのかなって思いますね、確かにね。そういうの、あー、そっか、やっぱその人と関わ、社会と関わる、うん、はい、そうですね、音っていうのがやっぱり一番まずそばと思うので、お薬たちをつないとね。あ、わかりました。お薬の力でそうか、まあ結局こういうことになっちゃうのかな。そうですね、あでもまあまあ、うん、もしくはめっちゃ可愛い子がいたらこうメール送っていただいてね、紹介してくれればね。あ、でもそれもまあ、まあ、あるしね。いやでも恋をするというか、恋、そう、恋よ、うん、ちゃんとしたね、ちゃんとした恋しましょう、うん、ちゃんとした恋しましょう、恋しデビュー曲しましょう、はい、ちゃんとした恋し、結構いいデビュー曲、いいのもらったな、デビュー曲、悪友、悪友、悪友に、悪友さんに返す、すげえじゃん、まともたらしい悪友さん、ゴールデンコインでお送りします、太陽曲、そうか、まあ世の中にはきっとね、同じように思ってる人もいると思うんですよ。そうですね、寂しいという気持ち、ただそれを、なんだろうな、まあ無理してどうこうしなくてもいいのかもしれないですけど、ただ間違った方向には走らないでほしいっていうね。いや本当そうですね、そうですよね、確かに寂しさから来るその衝動で何かをしてしまうっていう、うん、だから我々も責任持ってやっぱこうライダーをしっかりと、そうですよ、私が寂しいと思って何か問題行動を起こしたら、うん、みんなの責任でもありますから、押し付けられた、確かにね、そうそう、気をつけてください、事件起こしたらと我々ここにインタビューとか、そうそう、してますから、うん、やると思ってましたって、寂しいって言ってましたし、いつやるかとは思ってましたけど、今日でしたか、卒業アルバムとか提供したりとか、即刻高校退学だったということでございましてね、まああの我々もちゃんとね困った時は助け合って、はい、行きましょう、行きましょう、そうですね、はい、エンディングでございますさあエンディングでございますけれども、はい、なんか告知等ありますか。あ、告知、いいですか。あ、久々、久々じゃない、うん、なんか確かに、うん、そうです、ね、何サボって、待って、そう、サボってみんな待ってたのに、しっかりしろ、いいですか、告知取ったら何の今度よ、はい、なんかあるだろ、あるだろ、あるだろ、お笑いとか、お笑いとか3月4日土曜日ですね、はい、相沢和也タンというライブを、聞いたことある、はい、聞いたことある、聞いたことある、ちょっと久々にやるんですけども、ここは新ネタを、まあ、7本ぐらい、7本、やるという、7本ライブで、8本の可能性もある、8本の可能性もあります、じゃあ9本の可能性も、9本の可能性もあります、ああすごい、5本できるかなみたいなところもある、うん、今はその状態です、わー、そっからこれから増やしていく、こっからか、すごいね、2時30分、開演でございます、ね、何本だけは気になる、何本だけ、おいおい決まって、後で教えてくれればいい、1時間、1時とかはいいから、何本だけ教えて、コロコロ何本2時とかいいから、何本だけ教えて、じゃあまあとりあえず7、はい、ありがとうございます、はい、1時間のライブなんで、まあ、1時間の枠で一応収まるよ、1時間ネタを7本ってことですか、違う違う、7時間やらない、7時間マラソン、7時間やらないです、まあ1時間ぐらいのライブね、料金制限で、なんでやらないの、7時間、やれよ、やれねえよ、やれねえよ、やれねえ、1時間1時間やったら褒めてほしい、いつだっけ、8月、いや8月じゃない、3月4日の4日ね、4日4日ってあったっけ、3月あるあるだろ、3月9日って歌はありますあるある、4日はないよ、全然ないよ、その9日があって4日がないことないんだ午後2時30分から、はいはい、開演でございます、中途半端な、いやそんなことないよ30分後にも先にも予定入れづらい感じ、ね、日付変わった瞬間とかにしたら、ね、いやそんなん誰が行くのよ、さあお時間やってまいりましたか、何だ6分ぐらいしてさせてくんの、まえちゃんの単独は2月25日、ああいいですね、あります、あと詳細はツイッター見てもらえればね、防衛庁のホームページ、はい、防衛庁のそこに載ってるのニュースの画見てニュースすごいな、はい、ということでね、来月もまたお楽しみにしていただければと思います、ネクスト G のお笑いサイズ、またお会いしましょう、バイバイ、はい、バイバイ、バイバイ。もう出ないですね、お見送り、お見送り配信ですよ、ね、遅く来といて、即出るという売れ込む前坂チャンネルがクランクアップです、クランクアップ、ありがとうございました、サガサーバーは、ナックすいません、今日ちょっと
浅村さんの三振したと同時に鳥がすごい来たんだよ。三振したと同時に鳥がすごい来たんだよ。ファンの顔見てる。そうそう。俺のこと、どうしようって。どんな顔してっかなって。また来月。お、そうですね。はい、ありがとうございました。バイバイ。行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。ほら、こうやってさ、あの、終わっていろいろ予定があんのよ。普通の人は、若者は。若者はね、そう。俺もう今日おしまいだもん。あれあれあれもう今日おしまい。関さんも意外と寂しいぞ、これ。寂しいが。店じまいですよ。店じまい。店じまい。開けて開けて、今から。寂しいっていうのはあんまねえかな、でもなぁ。まあまあまあ、何で思ってるのか自分でもね、さっぱりわかんないですけどね、実際のところはね。うん、やっぱり、あれじゃないですか、こう、急にやっぱこう、日中まあ仕事して何回してって、はいはいはい、で帰ってきて、はい、でふっと人になった時に、今まで一緒にいた人っていうのは、またそれぞれのつながりに戻っていくわけだから、でも自分にはそれがないと。あら。もうそこ、ふって離れて、あれなんか、急にぽつんって。俺だけ一人ぼっちみたいな。そう。そうだよ。いや、でもそれで言ったら、うん、ねえ、ぼっちで言ったらぼっちだもんね。まあまあ、ぼっちですけど。うん、まあでも、カーズの方がでも精力的に動いてる。確かに。つながりはありそう。すごい、確かにすごい。つながりはまあ確かにね、一応あります。もう。はい。まあまあ、でも一人もなんか、ちょっと変に慣れてきたというか。慣れてきた。いやいや、一人、いや、俺もだから、一人映画とかはギリ。いけるよ、一人映画とかは。うん、ああ、でもなんかその一人だから、いけないなとかはないです、別に。え一人カラオケも一人カラオケ行けるの、はい、あ、でも俺も全然行ける。え一人焼肉。あ焼肉も行きました。うん、焼肉ライクも。焼肉ライク2回行ってるの一人で一人じゃん、二人。二人実二人分。実二人分。飲み人数、飲み人数。すごいね。あれ、分かってるんだよ。だからその一人焼肉入っていい、一人焼肉ですよって言われてるのに、うん、なんか、入るの躊躇しちゃうっていう。カラオケもね、カラオケも、うん、一人カラオケってなんか言い出した途端、あなんかちょっと一人で行くの嫌だなって。それはやっぱりあれじゃないですか。その普段から、寂しいからじゃない。だから、別に俺とかは、あれだから、はいはい逆に、全然、まあ、ああそうかこういうのもいいかなっていう。一人で行くのも、一人で体験するのもいいよねっていうのが、余裕があるから。俺、常に一人なのに。だから、なおさら何一人焼肉とかカラオケって、なんかむしろ盛り上がりの場のところでも、また一人ならないっていう、卑屈な。そこに耐えられないんでしょうね。ああ、そうかもしれない。改めて言われると、なんかこう、拒否しちゃうんですよね。いや、一人って強調しなくてもよくないもう一人なんだから、こっちは。っていう。カラオケも、ね、お一人様料金とか。いや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 、普段から一人ですけど、結局会計合計するだけでみんな一人一人の料金払ってると思うんですけど、っていうクレームをつけ始めたらやばい。やばい。そういうことをしだすわ。やばいな。一人が長いとね。そういうことしだす。しだしますよ、ってね。それが結局クレーマーになるんですよね。だそういう意味では普段つながりが多いんでね、ハイザー君はね。まあ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 、そういうことになるでしょうか。よくなんかわかんないですけど、その世の中の女子がなんか、ね、寂しいみたいなさ、うん、言ったりとかわかんないですよ。やるじゃないですか、なんかつぶやいたいみたいな、はい。ああいうのじゃないんで、そういう寂しさじゃないんですよ。そうビジネス寂しいじゃないんですよ。ビジネス寂しいじゃないんですよ。本当に、なんかやり場のない気持ち。そうなんです、ね。だって、ああいう寂しいって言ってる女の子たちは、その心に隙間感で吹かないもんね、多分ね。そうそう。彼氏がいないとか、そう。この程度でしょ？そう、うん、結局。今、その、直接お付き合いしてる人がいないっていうことでしょ？本当に寂しいやつ寂しいって言えないんだから。そう。寂しいっていう自分を見せたくないんだから。そう。だからひたすらスマホを覗くだけのスマホ。で、なんか寂そういう思われたくないから強がって、そう、だから変な発言したりとか、そう変な行動したりするわけですよ。結局だって、寂しいと思ったら自分からね、誰かに連絡取ればいいんだから。うん。それができる。からもう、なすすべがないんだもんね。そう、なすすべがない。どうしようもない。どうしようもない、もう。だからぜひね、この配信を見て、いい子いるよとかね、うん、いい人いるよっていう
ことがあればね、うん、ぜひぜひ真剣な、ね、どうなんですかね、その顔もわからない人にその人を紹介する、そっか怖いよね、そっか実際紹介されても会うことができない会えないんだなそう、つらい、結局だ、じゃあ出会い系に行くしかないんだな、違うしかないことはない、ないない、それで紛らわされるんだったらいいんじゃないですか、別に俺悪いとは思わないけども、全然、うん、だから根本の解決はなんないかなって、確かに、うん、根本の解決はしてない、もうそれがもう業者と付き合うかです、OK、ああもうね、頑張って、業者の人に連絡を取る、もう業者に今日1個入ったっつって応急処置の繰り返しはできるわけですよね、応急処置、うん、だから隙の心の隙間風にあの養生テープ貼っては貼って貼っては剥がれ貼っては剥がれ、うんうん、そうするしかないのかもしれない。そう、ちゃんとあのちゃんと頼んで、はい、あの直してもらわなきゃ、壁の修理をね、うん、してもらわなきゃいけないんだけども、はい、もうそれができないからテープ貼ったり、うん、あのなんかベニヤ板貼ったりとかしてごまかして、ね、劣化してたらまたやり直してっつって、でその月どんどん広がってって広がってって、もう修復つかなくなってで悪いことするっていう。わあ最終的に悪いことさせないかしら俺に。怖い怖い怖い、あなんか仕組み分かってきたな、世の中の、なんとなくね、世の中の変な人がどうやって生まれるかっていう、寂しいはやっぱでかいと思う、いないんだもん、誘ってくれる人が、だってそう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 、うん、だってね、繋がってないから、そうね、そっか、やっぱそういう意味ではやっぱ人は一人では生きてはいけないとよく言ったもんですもんね、そうですね、本当にあの生命を維持することはできますよ、一人でも、そうですね、はいはいはい、でも、そういうのじゃなくてね、うんうん、心をちゃんと健全に保って送れるかって言われたらやっぱり難しいのかなっていう、ね、人として、うん、人として生きていくという、そうか、だから皆さんぜひね、こう近くにいるご家族とかね、恋人とか、うん、大事にしていただいてね、ぜひ大事にしていただいてね、うん、ください、あれ今日最終回、いやいや、最終回じゃない、最終回じゃない。全然まだまだ続きますよ。つながりが一個なくなっちゃう。怖っ。より近づく、ね、より危ない人に。そうっすね。どうしても寂しい時はね、ぜひあの、ティレーズのライブとか見に来ていただければ。そうっすね。はい。うん、一瞬でも笑顔にできればという、はい、思いますよね、はい。はい。頑張ろうぜ。バイバイ。ありがとうございました。